ナッソーベテランズメモリアルコロシアムはニューヨーク州ユニオンデールに位置する屋内競技場。主にアイスホッケーやアリーナフットボールの試合が行われていた。コケラ落としは1972年。開業当初から NHL のニューヨークアイランダース、AFL のニューヨークドラゴンズ、NBA のニューヨークネッツの本拠地としても使用されていた。また、 WWF のレッスルマニアにも開催されたことがあった。ロックバンドのコンサート会場として利用される場合も多い。現地では、ナッソーコロシアム、またはザコロシアムの名称で親しまれている。ニューヨークアイランダーズは2015から16シーズンよりブルックリンクのバークレイズセンターに本拠地を移すことを発表している。その代わり、 同コロシアムは大規模な改修工事を行うことにしている。現コロシアムの最終公演は2015年8月4日に開催されるビリー・ジョエルの公演である。大規模リニューアルゴは2018年から毎年ニューヨークオープンが開催されている。またアイランダースは2021年完成予定の UBS アリーナが完成するまでの間、バークレーズセンターとのダブル本拠地を構えることになった。 ありがとうございます。